はい、どうも皆さん、こんにちは、ケビンです。はい、というわけで今回はプレミアリーグ第25節、マンチェスターシティ戦のマッチレビューやっていきたいと思います。はい、というわけで結果から言いますと1対0で負けとなりまして、まあ、アーセナルとしては2連勝とは、まあ、いきませんでした。で、まあ、リーグ戦で言うと、マンチェスターシティ相手には8試合勝利なしということで、もうね、シティがかなりね、苦手意識がついてしまったんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ今回マッチレビューやっていきたいと思います。さあというわけで今回の試合で注目したいポイント、主に2つとなっています。さあまず1つ目は崩れたアルテタのプランということで、まあ前半開始した時点でですね、アーセナルはこう結構少し自陣に引きこもるような形を取りまして、まあバス止めっていうような形の戦術を用いてですね、まあオバメアン、ペペなどがねスタメンだったっていうこともありまして、まあそこら辺のカウンターに期待をしているんじゃないかなっていうような、まあそんな思いがあったのかなと、まあ見てて思ったわけなんですけども、まあ前半のね開始1分で先制点を与えてしまいまして、まあこのプランが崩れてしまったのかなというふうにはまあ見えました。まあただですね、失点後はしっかり切り替えまして、まあマンツーマンでこうプレスをかけに行くような戦術に変更しまして、まあ大崩れをすることはなかったっていうのは、まあプラスに捉えていい部分なのかなというふうに思うんですけど、まあ確かにプレスをかけに行きはしたんですけど、まあ結局はシティにまあそのプレスをね、結構簡単に剥がされてはいたので、まあここに関してはまあシティの方がもう一枚上手だったなというふうに思うので、まあ正直シティが強かったですし、まあこうなすすべなかったのかなというふうに思いました。どうやらなんかマンチェスターシティ側もなんかここ最近ではアーセナルが一番苦戦したみたいないうふうなことを言ってるシティファンの人もいたりもするので、まあそれぐらい苦しめることができたのかなというふうには思います。まあ、ただですね、まあシティもハイプレスでプレスをかけてくるわけじゃないですか。なのでそのシティのプレスをかわすためにはポストプレーだったりだとか、まあこう周りとの連携がうまいラカゼットであったりだとか、まあいろんなところにね、顔を出してくれるスミスローなんかが、まあスタメンにいなかったっていうのは、まあこの試合響いてしまったのかなというふうに思います。まあ後半にね、交代で出てきましたけども、まあアルテタがですね、僕ちょっとアルテタのね、良くないなって思うことが、ベンゲル監督と似てて、選手交代のタイミングが遅いんですよね。まあそこがちょっと、なんかベンゲルらしさを感じるんですけど、シティ戦の試合でもですね、選手交代のタイミングが遅くて、まあ試合の流れを変えることができなかったっていうのがあったので、まあここからこれから先はですね、選手交代もうちょっと早くね、動いてもいいんじゃないかなっていうふうには思いました。さあというわけで2つ目が左サイドについてということで、まあこの試合ですね、まあ良かった点としては、まあ左サイドのですね、まあサカ・ティアニーのコンビの部分がシティ相手にもしっかり通用していたということで、まあここはかなりね良かった点なのかなというふうには思うんですけども、まあ逆に言ってしまうと可能性はこの左サイドからしか感じられなかったっていうのが、まあ本音にはなってくるんですよね。でまあその左サイドでしか作れなかったっていうことが問題でありまして、まあ後半途中にですね、まあティアニーが怪我明けっていうこともありまして、まあ途中でね、ちょっとスタミナ切れになってしまったのかなというふうになる部分がありまして、ちょっとね、左サイドでの、攻め手を欠いてしまったのかなというふうに思いました。まあ改めてね、ティアニーの重要さっていうのが分かった試合だったのかなというふうに思いました。はい、というわけで今回はこの辺でマッチレビュー終わりたいと思います。さあ、というわけで、まあ最初の失点がなければね、もしかしたらこう引き分けでね、終わってたのかもしれませんし、まあトーマスがいればなっていう風にまあ思うことも今シーズンね、数試合そうやって思うこともあるんですけど、まあ残念ながらね負けてしまいましたね。でまたですね、今節結構上位陣がねポイント落としていたので、まあなんとしても勝ちたかったポイントだったんですけど、まあ残念ながら負けてしまいました。さあというわけでですね、まあ次が2月28日、日曜日9時からレスター戦となりますね。まあその前にですね、ヨーロッパリーグがあるんですけど、まあ動画出すのがちょっと遅れてまして、動画出した日にはもうヨーロッパリーグ終わってたんですけど、
ヨーロッパリーグの方はですね、僕ちょっとパウバウに加入していないので、マッチレビューの方が上げれないんですけど、またね、レスター戦のマッチレビューを上げるという形になるので、まあ、セカンドレグのね、マッチレビューに関しては、ちょっとお休みということになっていきますので、まあ、そちらの方もよろしくお願いします。はい、というわけでですね、まあ、次がレスター戦になるんですけども、まあ、上位陣とのね、差を詰めるチャンスにはなってくるので、まあ、ぜひね、勝利してほしいなというふうに思っております。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。もしね、動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録、コメント、高評価などよろしくお願いします。はい、というわけでまた次回の動画でお待ちしております。それでは、さよなら。